はい、どうも、アテです。今日はですね、日曜日に行われます、マイラーズカップの枠前予想をしていきます。まあ、G1 がね、続いて、一周、まあ、ここでですね、G1 なくて、で、また来週からですね、G1 がたくさん続くわけですけど、まあ、一応ね、なんか小休憩みたいになってますけども、まあ、なかなか面白そうなメンツが揃ったのでお話ししていきたいと思います。まあ、ただね、やっぱり、まあ、セリフォスとソウルラッシュ、このね、完全な、ちょっと二強になるかなと思いますが、それでもね、まあ、一波乱がありそうなんで、お話ししていきます。と、その前にまずこちらをご覧ください。ここ最近の的中報告ですね。東京スプリント本命5番人気ジャスティン1着で、先出し単服生まれん的中ですね。で、先々週の桜花賞ですね。まあ、抑えの馬単のみ、なんとか、ツイッターの方につぶやいて的中いたしましたよと。で、こう先週ですね、まあ、ブログで書きました中山グランドジャンプ、広ごとし、単勝 12.2 倍、的中と。で、まあ、アンタレスステークスですね。まあ、これもブログに書きましたね。本命2着で、生まれ 24.2 倍、的中と。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひご登録をお願いします。こちらなんと無料になっております。今日見ていただいた方、必ず、ブログのご登録をお願いいたします。まあ、先ほどのようにですね、買い目も、書いてありますので、ぜひご登録をお願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまずセリフォスからいきましょうか。まあ、前走はですね、香港マイル7着で、まあ、マイルチャンピオンシップもね、人気を裏切ってしまったんですけども、まあ、安田記念レーン騎手が乗って2着ですよと。で、まあ、結論から言うと買いです。はい、めちゃめちゃ買いです。まあ、正直ね、川田騎手でね、ちょっとうまく乗れてないところもあるんですけども、まあ、それはなぜかというと、川田騎手に一等の中内田調教師っているじゃないですか。で、この組み合わせってめちゃめちゃすごくて、で、特に G2 ではすごい力を発揮するんですよ。で、いろいろ調べた結果、なんと、この川田騎手、中内田調教師が G2 で出走してきたとき、22戦11勝、なんと勝率 50% あるんですよ。これって別に人気はあるなしに関係なしですよ。で、もちろん2着3着もあります。勝率が 50% あるんですよ。この組み合わせってだけで G2 乗ると。もっとね、もちろんそれは人気馬に絞れば勝率は上がるんですけども、それでもなんとね、川田中内ら G2 って組み合わせだけで勝率 50% もあるんですよ。これはどう考えても買いなんですよね。で、川田騎手も自身もね、基本的にはもう G2 が強い方ですし、まあそれこそね、金庫賞でプログノーシス勝ったのがまさにそうじゃないですかってお話で、まあ、正直まあ京都がねちょっとあんまり走ってないのが不安なぐらいで、騎手をね重視する僕からしたら絶対にこの川田中内田 G2 で勝率 50% は間違いなく買わなきゃいけないんですよねってお話です。はい、ソウルラッシュですね。まあ、香港マイル4着でマイルチャンピオンシップもナミュールの2着で、まあ、京成杯もですね、筋量59キロで勝ち切ってますよ。まあ、どこにね、一見隙があるんだってお話なんですけども、まあ、これはね、ソウルラッシュの全成績なんですけども、まあ、去年のマイラーズカップはですね、まあ、シュネルマイスターとガイアフォースの3着で、一見全く隙がないように見えます。ただ、今回、鞍上は松山騎手じゃないですか。これがほんとすこぶる嫌で、だからこれですね、ソウルラッシュの不安点は、もう重賞1番人気の松山騎手。もうとにかく基本的に重賞で人気の松山騎手って勝っちゃダメなんですよ。で、過去に、まあ、2、3年前から一番人気で12連敗したこともあるんですよね、重賞。で、しかもそのうち11回着外なんですよ。そんなことあると思って、めちゃめちゃ弱いわけですよ。で、あともう一個が、モレイラ騎手からの乗り換わり。これはどういうことかと言いますと、このソウルラッシュね、前走モレイラ騎手が乗ってたじゃないですか。で、モレイラ騎手といえば、桜花賞でですね、セレンボッシュで勝って、で、皐月賞もコスモキュランダで2着、アーリントンカップもね、勝っても、本当に乗りに乗ってる、すごいジョッキーなわけですよ。で、そのモレイラジョッキーから松山騎手に乗り換わるってことは、やっぱりね、申し訳ないですけど、騎手のレベルが落ちてしまうわけですよね。まあ、これは別に松山騎手に関係なく、さらに、直近でね、このモレイラ騎手から松山騎手に乗り換わって、人気で飛んだ馬っていうのがいて、これがね、松山騎手の重賞の、ここ最近の成績なんですけども、まあ、それがね、この大阪杯のタステーラなんですよ。まあ、前走のね、この有馬記念タステーラ、モレイラ騎手が乗ってて、まあ、大阪杯ですね、松山騎手が一番人気で乗って、チャグアイになってますよ。で、これ僕ね、大阪杯の時にも散々お話ししました。全く今回と同じようなお話しました。もうとにかく一番人気の重賞で松山騎手、勝っちゃダメなんですよ。こうやってね、まあ、ウィンマーベルでね、勝つこともあるんですけども、今年の最初らへん、すごい人気馬飛ばしてるじゃないですか。で、かと思ったら、4番人気 9.6 倍で勝つこともあるんで、基本的にはね、
穴で狙うジョッキーなんですよ、松山騎手って。まあ、だから馬どうこうより松山騎手の一番人気が不安でしょうがないんですよね。ってことで僕は、ね、正直言うとソウルラッシュをねとても本命で買うことはできません。まあ自力でねある程度は来るかもしれないんですよ。とにかくもう皆様に言いたいのは、一番人気の重賞の松山騎手が弱すぎるってことで、もう僕は買いたくないんですよってお話ですね。お次がまあこのエーヤンですか。まあ前走はですねダービー強2着になっていましたが、もともとねこの馬ニュージーランドトロフィー勝ってるように中山は得意なんですよね。ただ関西圏が点で走ってないんで、まあそこがどうかなと思って、だったら、まあ、例えば、まあ、このセッション、まあ、東京と中山だから関東圏で着外になって、で京都金杯も、まあ、今回と同じコース距離ですね。で2着になって阪神でも戦力勝ってる、まあ、この関西圏でね走るセッションとかの方がまだいいんじゃないかと思いますね。じゃあ馬はね他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、まあ、正直ね、まあ、セリフォスは硬いとしたら穴馬をねあと狙うんですよね。てなった時に、はい、まず1投目がソーバリアントですね。まあ、前走はね中山記念もこれはからさまね誰が見てもそうと思う叩き台で、まあ、プラス22キロで12着、これはねまあどうしようもないとあからさまな叩き台です。で休養明けがこの馬ね鉄砲1003、まあ、だから前回ですよね、ダメなんだけど、2走目はこれ見てください、2010なんですよ。2走目めちゃめちゃ強いんですよこの馬で。もともとはね 2000m 走ってましたけども、まあ、この富士ステークスねマイルどうだって言われましたけど、なんだかんだで3着に来ましたよと、やっぱ適性はあるんですよね。で鞍上がねさらに池添騎手に戻るってことは間違いなく勝負気配なわけですよね。ってなった時にソーバリアントは、まあ、人気落ちるんだったら狙い目ですね。だから当日の馬体重にソーバリアントはちゃんと気をつけましょうってお話です。でもう一頭が、はい、このトゥードジボンですね。まあ、この馬の戦績を見てもらいたいんですけども、まあ、これがトゥードジボンの全成績なんですけど、基本的にはねここ最近は例えば京都勝ってで金牌もですねマイル、これ今回と同じコースで 0.1 秒差の3着ですよね。で次走はですね、まあ、東京、まあ、関東圏はもともとそんな走んなくて、で前走はですね、あ、道悪でダメだったよと。で今回鞍上がね、藤岡雄介騎手になります。まあ、前走はですね、まあ、弟の浩太騎手が乗ってダメだったんですけども、それこそね、今回こそはまあお兄ちゃんが巻き返すぞっていう番だと思いますね。まあ、ただね、まあ、この藤岡浩太騎手の件でね、まあ、いろいろ言うんだったら、例えばね、皐月賞だって、祐介騎手が乗ってたミスター GT とか、同期の浜中騎手が乗ってた名将ダバルとかいましたけども、結局ね、その勝ったのはジャスティン・ミラノだったじゃないですか。で、そのジャスティン・ミラノしか藤岡浩太騎手が調教で乗ってたみたいなお話があって、すごいなんか感動したみたいなことあって、まあ、ただね、そのなんて言うんだろうな、ドラマとかストーリー、藤岡浩太騎手のストーリーをね、求めると、なんかね、また結局じゃあどこにも他にも当てはまるじゃんってことになっちゃって、まあそういったのね、あんまりなしにして、まあ単純に、なんだろうな、京都に戻るから買いたいよねってお話ですね。まあこんな人気ないんだったら絶対買いですってお話で。まああとはね、この武豊騎手を乗るトランキリテとかもいいんですけどもね、どうだろうな、やっぱり重賞経験ない馬、というかね、やっぱりまだリステッド競争2着なんで、せめてね、リステッド競争勝ってから、どうかな、望んだ方が良かったのかなと僕は思いますね。はい、ということですね、マイラーズカップは以上になります。まあとりあえずね、絶対買いなのはデータ的にセリフォスで、厳しいのはソウルラッシュということになりました。はい、これで以上になります。まああとですね、最初に言ったように概要欄にブログ貼っておきますね、ぜひこちらのご登録をお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。